ポン。ズン。鉄アナポッポチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。フリー鉄道アナウンサー、ゴーヤンこと田代剛です。さあ、ポケフタでございますけどもね、今日やってきたのはですね、こちらです。はい、三股町の三股駅にやってきました。はい、三股と三股に運がついたっていうのはですね、これ三股町が買った駅なんですね。2009年にこの駅舎がリニューアルをしまして、本当にね、多目的ホールであるとか、まあ、あと健康検診などもこうできたりするようなですね、まあ、多目的な広場ができました。で、あとはですね、この三股駅、昔は貨物のヤードがありました。はい、その時は昭和47年にこの三股駅、一時期東都城駅というこの、ね、名前に変わってたんですね。ですから、もうその当時の景色というのは、もういろんなこの貨物列車がここで租税を行って、いろんな中核都市の方に貨物列車としてこの運ばれていっていたというね、三股駅です。さあ、そんな三股駅がある三股町、ポケフタ、どんなポケフタがあるのか楽しみです。田代号のポケフタへ号出発進行。結構ね、駅前広場はすごい開放感があって、ロータリーがあって、すごくやっぱり駅、三股の中心だなと思いましてね。で、ポケフタですけれども、あちらになりますよ。ほら、はい、あったあったあった、ほら、ここです、ここです。あら、まあ、新しい、はい、三股のポケフタゲット。あ、三股のポケフタはナッシーとコロモリが一緒に戯れてるっていう感じでしょうかね。奥の方はなんか滝でしょうか。あとはシャクナゲのお花とかね、あしらってありますけれども、へえ、これはまた可愛いポケフタゲットです。すいません。はい。ちょっと三股の方ですか。三股よかもん屋の方ですか。はい、ここの店長やっております。あ、そうですか、店長さんでしたか。はいはい、あら、それは大変失礼いたしました。いや、ここは何ですか、この三股の産業会館っていうだけあって、はいはい、三股の特産品がもうギュギュッとここに集まっているっていうのを感じがしますね。そうですね、よかもんをギュッと集めた場所なので、お店の名前もよかもん屋ってなってます。あれ、真ん中にんだけこう強調されてるっていうのはどういう意味があるんですか。はい、三股町が運のつく町として町おこしをしているので。なるほど、幸運とかの運がつく町っていうものを強調するために運に丸、とあとこの辺の諸方弁で、なんとかのとかいうのを運っていうことがあるので。例えばどういう、三股のものっていう時に三股何かみたいな、三股ごまとかもそうなんですけど、のが運になるっていう、こちらの諸方弁になります。なるほどね。で、ポケフタもできましたけれども、はいはい、ポケフタを訪ねる方とかいらっしゃったりします。結構多いです。あ、そうですか、はい、嬉しい。設置されてすぐは、県外ナンバーとかも、なんかポケフタの旅やってますみたいな方が結構来てくださったので。あら、でちゃんとお土産はやっぱこちらに来て。そうですね、皆さんお立ち寄りくださるのでありがたいです。そうですか、はい、売り上げにもちょっと貢献してると。もちろんそうだと思います。寂しいですね。でやっぱりこう県外の方に特に、まあ、おすすめというか、まあ、旅も全てがおすすめだと思うんですけども。そうですね、美味しいもの一押し。はい、美味しいものたくさんあるんですが、今の時期で言うとこちらのやっぱごま。いや、ごまでこんなに種類ありましたか。そうなんですよ。これはすごい。だってこれ大体全国の中でもすごいこう生産シェアというか誇ってるんですよね。そうです、上の方にも書いてあるんですけど、99.9% は外国産のごまって言われてるので。日本国内の市場のごまは、はいはいはい、なのでその 0.1% に挑戦しようっていうので、国産のごまの生産に取り組んでます。へー、何でこう合わせて食べるとうまいですかね、ごま。すごいいいこと聞いてくれます。今三股町で一番、旬のものといえばこちらのお米になります。お米美味しいんですか。美味しいです。あ、ほら、すごい、長玉井っていう
筆文字で書いてますよ、これね。これ習字の時間とかでこう先生たちがこうね、あの採点を加える時のこの、あの習字の色ですね、これね。すごい、さすがですね。元先生が書かれてます。さすが、やっぱり行ってみるもんですよ。じゃあこのうまい飯長田米にごまをパラパラっとかけていただくと、本当にご飯何杯でも食べれちゃう。塩パッパ、はい、うわー、なんかね、塩むすびみたいな感じ、ね、今あったらよかったのにと思いますね。ないんですか。ないですね。ないんですか。いやでも本当そうやってみたら、いろんなものをこうね食べて組み合わせて、はい、そしてまた感動を共有するという、はい、このね、もうよかもん屋のねポテンシャルをすごく感じますね。本当ですか。よかったです。そう言っていただけると。いや、階段一段一段降りるごとに、このふわっとしたあのね冷たいひんやりとした空気感がね、もういいですね。気持ちいい。あったあったあった。これね、長田橋。これ長田橋はこの沖水川のあの結構な上流部の方にあるということで、だいたい美しいこの渓谷美っていうのは10キロ続いてるみたいです。うん、こうやってね秋から冬にかけてがやっぱこの紅葉が本当に綺麗。そして春夏、夏は新緑、春は山桜、もう桜もやっぱ綺麗なところで、やっぱ優雅にねあの自然散歩ができる、これおすすめのスポットですよ。行ってほしいな。これね、三股炭ごまのラスクっていう、これあの三股炭ごまをほぼ 100% 使って、でこれラスクの方も自家製のパンをこれラスクにしてるってことでね、すごい手作り感満点。いただきます。うん、うん、おー、すごい香り高いですね。三股特産のこのごまの魅力がたっぷりと味わえるラスクですね。いやこれ大満足。これはうん、ごまの魅力が本当にわかるラスクですね。うん、いやーこれパッケージが本当に可愛い、ジャンカン馬。はい、このジャンカン馬のパッケージですけどもね、あの地元の十字屋さんのあのおすすめの銘菓ということで、ほらすごい、これこれはですね、あの三股町の上空から見た三股町の形なんですって、こんなになんかピースみたいなねすごいこうハートフルな形してますけれどもね。じゃあちょっといただきます。あら、こちらも香ばしくてすごい香りが高いですね。これですね、このサブレに三股町特産のごまの絞りかすを使ってこのサブレが作られてるみたいです。ですからまさに今時でいうこの SDGs、そういったものも兼ねた自然に優しいそういうお菓子なんですね。うん、さあポケフタの旅三股町編いかがでしたでしょうか。いやーもう本当にね、特徴のある三股の駅、そしてあの産業会館のあのよかもん屋、はい、ああいったところもですね、ぜひあの三股町ってすごくやっぱり特産品が多いんだなっていうのをね感じましたし、あの購入できますし、あのマキシマム、いやあれねなかなか今手に入らないみたいですから、ぜひあのそのあたりもあのオンラインショップあるのかな、まあそういったところもですねちょっと三股町をアクセスしてみて探して購入してみてください。そして何よりもこの雄大な、はい、素晴らしいこの長田橋の自然の造形美、そしてマイナスイオン、この辺りを味わいにですね、また改めて皆さんも三股町を訪ねていってください。さあ田代号のポケフタへ GO では、皆さんからのチャンネル登録、高評価、いいねをお待ちしております。さあそれでは次回も皆さんと一緒にポケフタを探す旅へ出発、新 GO!